はい、皆さんこんにちは、吉田のりますです。はい、出ちゃいましたね。生クリーム大福あずきということですね。ホイップクリームとあずき、そして、外ですね、外枠ですね。行ってみましょう。まあまあまあ、買う前からね、間違いないと思う商品がね、いっぱいありまして、そんなものをね選んでおりますけども、こういう感じですね。普通に粉がかかっております。はい、もう間違いないと思いますんで、行ってみますね。柔らかい、これめちゃめちゃ柔らかい。こんなもんでしょうかね。だからこういう容器に入ってるんですね。めちゃめちゃ柔らかいです、ね、うん、生クリームと、うわすっげえこれ柔らかい、生クリームと小豆ですね。あ、生クリームじゃん、ホイップクリームか、ごめんなさいね、ホイップクリームですね。はい、間違いないですね。これをちょっとこう、うん、味わいました今。これいくらだったかな、ごめんなさい、ちょっと値段をね最近あれしてないんですけどね、これねいくらだったかな、わかんない、88円だったかなんか、そのぐらいだったと思います、すいません、情報が、値段の情報をあまり言わないですね僕ね。ちょっと言った方がいいですよね、値段ね。これ多分88円だったと思います。ごめんなさい。違ったらごめんなさい。でも100円しなかったと思いました。はい、とにかく柔らかいですね、これ。非常にいいです。もう何にも言うことないですね。生クリームと小豆ですからね。私の好きな組み合わせですね。問題ないです。はい。問題ないです。もう食べてみていただければわかります。はい、ということで、食感も最高ですね、甘さもそこいいですね、非常にの、生クリーム大福の、大福の小豆でございました。美味しかったです、ありがとうございます。